買い物中の皆様、おはようございます。日曜街頭演説17回目になります。立山に皆さんと一緒に新しい風を起こしていきたいと活動しております、室敦美でございます。今日は今週水曜日25日14時から行われる第2回立山アイデアサロンみんなで作る未来設計部についてご紹介、方々お話ししたいと思います。私がこのような活動をしているのは、皆さんから立山に新しい風が必要だねっていう大きな声をいただいているからでもあります。今の立山、将来に明るい未来が描けているでしょうか。なかなかそうではない、閉塞感を感じている方が多いと思います。そして立山の未来設計図を描くのは、できるだけ多くの方々が関心を持って取り組む、そういうことで街が良くなる、新しい風にもつながるというふうに考えております。そういうことで立山アイデアサロン、みんなで作る未来設計図と名付けた集まりをこれからもやっていきたいと考えております。昨日の某日新聞一面にも紹介されましたサロンです。皆さん、ビリギャルって聞いたことありますでしょうか。学年ちょっとしたで、学年でビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話という本があります。ベストセラーになりました。映画化もされて、有村架純さんが主演で、とてもロングセラーになっております。そのビリギャル、通称ビリギャルを指導された坪田信孝先生が名古屋からやってきてくださいます。このサロンが実現したのは、前回和田眼科の息子さんの和田太一さん、この方も今世界を股にかけていろんなビジネスを行っている30代の若者ですけれども、彼との出会いにより第1回のサロンが実現しましたが、立山の方にいろいろな人と出会ってほしいということで、彼が知り合いの坪田先生に声をかけてサロンが実現いたします。めったにない機会ですので、ぜひ高校生でも受験勉強の仕方を知りたいなとか、お母さん方、お孫さんのいる方、そうでない方も、教育者の方も、また街づくりをどうやっていこうか、そういったことも含めて、あらゆる方に参考になる話が聞けると思います。25日水曜日午後2時から高機楼2階で参加費無料で行います。そして対談のタイトルは、ビリギャルの先生に聞く、うちの子まだ伸びますか、この町まだ伸びますか、というものにいたしました。可能性、秘めた可能性をどうやって見つけてそれを伸ばしていくか、それは子育てにも通じますけれども、町づくりも同じことが言えると思います。それに教育、子育ては将来の立山を作っていく子どもたちを育てるということで、非常に大事なお話です。私は今回の対談にあたって映画を見ていなかったんですけれども、あらすじはよく知っていましたが、きちんと本物を見てみようということで DVD を借りて見てみました。そしてこれは単なる受験の話ではなくて、もっと生きるということに
を根本的に考えさせられるとても温かいお話でした。もう涙が出て止まらなかったんです。それはこのビリギャル、高い、本当に高い目標を掲げて、周りの方が絶対無理だよというような目標だったんですが、それに向けて一生懸命頑張って実現させた、そのサクセスストーリーというところではなくてですね、そういった頑張る姿が周りの人たちにも影響して、人の人生も変えていく、そういったお話です。またその高い目標を掲げて頑張るということに対して、周りの人たちもいろんな応援をしていく、そして自分も周りの方も変わっていく、そんなお話です。まちづくりでもそういうことが言えると思っております。そして私が今日この話をしようと思っていたところ、昨日 Facebook で他の本の紹介がありました。それは熱海の奇跡という本です。熱海も有名な観光地ですけれども、一時は観光客も激減して寂れたひどい状態になっていたんですが、それが回復しています。その奇跡を書いた本だということです。昨日のことなので内容はまだ読んでいないんですが、その一部を引用してくださっているところを見て、それも感動いたしました。その内容として、まちづくりはとても時間のかかるものですので、楽しんでやらなければ長続きしないという点が一つです。それから一人でも声を上げていく、一人では何もできないですけれども、一人が声を上げていく、立ち上がっていくことで、周りの人たちの共感を得て力にしていく、そうすることでたくさんの人が動けば街が変わっていくというお話でした。そしてその誰が立ち上がるかというのは、気づいた人が立ち上がる、そしてその気づいた人にも、立ち上がっていった人にも、そのことをやっていく責任が出てくるんだけれども、そうやって動くことで得られるものっていうのは計り知れないんだということが書かれていたそうです。立山もできるだけたくさんの人たちがいろんなことを考えて動いていくことで明るい未来を作っていきたい、そういう思いで立山アイデアサロン、みんなで作る未来設計図と題した講演会サロンを行っております。第2回目になりますけれども、今週の水曜日午後2時から法規道2階で行います。本当に感動するお話が聞けると思いますし、皆さんの意見もどんどんお聞きして、皆さんと盛り上がって楽しく街づくりができるといいなと思っております。ぜひ、お誘い合わせの上、今までこういったことに出たことがないという方も楽しんでいただけるようにしますので、ありがとうございます。皆さんお出かけください。朝早くからお騒がせいたしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。